好天に恵まれました。パシフィックリーグ公式戦、埼玉西武ライオンズ対オリックスバファローズの3回戦です。解説は西俊久さん、里崎智也さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。里崎さん、デーゲームナイトゲームで選手の感覚は変わったりするものなのでしょうか。まあ人によっては違うと思うんですけど、僕はデーゲームもナイトゲームもあんまり変わらないですね。あ、そうですか。里崎さんは影響なかったということです。まずはライオンズの先発本田がマウンドに上がります。さあ、バファローズ打線相手にどんなピッチングを見せてくれるんでしょうか。立ち上がりの配球なんですが、里崎さんはどのような考えを持ってらっしゃいますか。まずその日のピッチャーの出来を早く把握して、いい球を中心に組み立てたいですよね。はい、キャッチャーがそのいい球引き出すことができるのか見ましょう。初球空振りです。インサイド落ちました。この打球は落ちそうだ。ヒットになった。先頭バッターを出してしまいました。ノーアウトランナー一塁です。バッターは水口。前回のゲームはなんと6安打の大活躍でした。いやー、もう当たりに当たってましたよね。本人も何本打ったか分からなくなってたでしょうね。はい。さあ、今日も好調を維持していけるんでしょうか。ヒットでファーストランナースタート。キャッチャー送球してセーフ、盗塁成功。ここで盗塁を許してしまいました。これでワンヒットで先制ですから、もう少しランナーを警戒しておきたかった。引っ張った、取った。一塁送球、アウト、ワンアウト。まあここで攻撃の流れを切っておきたいところなんですよね。まあただチャンスに強いバッターが相手ですからね。彼の裏をかくような配球で攻めたいですよね。その警戒すべきデイビス、バッターボックスです。初球ボール。バッターのデイビス、今シーズンの得点圏打率は6割飛んで4厘。痛烈な打球、高く上がって入った、ホームラン。先制のツーランホームランです。オリックスバファローズ、ライオンズ痛い一発を浴びています。真ん中に入ってしまったストレート、きっちり捉えられた当たりはフェンスを越えてスタンドに入ってしまいました。十分警戒はしていたはずですが、ここで一発を浴びてしまいました。しかしまだ2点差、後続はしっかり立って反撃といきたいところです。バッターボックスには指名打者の小栗。前回のゲームで猛打賞を記録しています。いやー、固め打ちでしたよね。さあ、今日もバッティングは好調なんでしょうか。ライオンズ初回から先制点を許す形となっています。打ちました。高く上がった、ライトが下がっていく、下がっていく、スタンドも越えていった。ソロホームランが出ました。これでホームランダービートップとの差は2本。初球でした。思い切り引っ張られ、なんと球場の外まで持っていかれてしまいました。4番に一発を浴びてしまいました。ライトスタンドに運ばれてしまいました。ホームランです。まあタイミングが合ってましたからね。立ち上がりを攻められています。バッターは注目のルーキー栗。前回のゲームではマルチアンダーを記録しています。勝負強いバッティングをしてましたよね。はい。さあ、今日も好調を維持していけるんでしょうか。豪快なスイング打ちました。ライトへ打球伸びる。さて、ここはどういうピッチングになるんでしょうか。まあ強打者のイメージがね強いんですけど、逃げずに強気のピッチングでいきたいですね。なるほど。どういった攻めを見せてくるか。初球ストライク、打ちました。切れました、ファールボール。これが3球目。引っ張った、サード取った。一塁アウト、スリーアウトです。しかしこの回バファローズ2本のホームランが飛び出しました。3対0、バファローズ先制です。
バッターは4番中村。前回のゲームではホームランを含むマルチ安打を記録しています。いやー、ホームランが打てたのは大きかったですよね。さあ今日もバッティングは好調なんでしょうか。フォアボールのランナーが出ています。今のは内頃のボールでしたけどね。そうですね。インコースを厳しく攻めます。見逃し三振、スリーアウト、チェンジ。ランナー出ましたがライオンズ得点はありませんでした。1回終わって3対0バファローズがリードしています。2回に入ります。7番から始まるバファローズの攻撃。鈴木打席に入ります。前回のゲームでは見事なホームランを放ちました。いやー、ホームランが出たのは良かったですよね。はい。さあ今日も好調を維持していけるんでしょうか。さてライオンズの先発は本田。昨シーズンは6勝を挙げています。2球目打ちました。大きな打球になった。これはどうか。真ん中を破りました。打ったバッターは1塁蹴って2塁に向かう。バッターランナーは2塁まで進みました。これで10試合連続安打。ノーアウトランナー2塁です。さあそして打席には山下入ります。さあ得点圏にランナーを背負った場面です。まだ序盤ですが、あまり離されると厳しくなりますから、ここはしっかり抑えたいですね。なるほど、そうですね。まずは変化球から入りました。ドカーンと大きな当たりです。スタンド一直線、入った。ツーランホームランが出ました。これがチーム3本目のホームラン。真ん中に入ってしまったストレート、打ち返された打球は大きな当たりとなってスタンドに届いてしまいました。ライオンズ追加点を許します。5対0。ここで一発を浴びてしまいました。その差一気に5点と突き放されました。警戒すべき相手でした。ここで追加点となるホームランを打たれています。まあ正直これはきつい一発ですよね。点が入りました。序盤で早くもリードを広げられています。バッターは牧。前回のゲームは猛打賞を記録しています。当たってましたよね。バットが触れてましたからね。さあ今日もバッティングは好調なんでしょうか。インサイド落ちました。切れていきます。ファウル。2球目打ちました。ワンバウンドヒットになりました。これで3連打。ノーアウトランナー1塁です。このキース、ここのところ5試合で打率は7割を超えていますが、バッティングの調子が上がっていると見ていいでしょうか。文句なしの活躍ですね。なるほど、そうですか。さあここは好調さを発揮できるでしょうか。引っ張った、取った、一塁そのまま入ってアウト。バッターボックス水口。まあライオンズバッテリーとしてはもう1点もやれない状況ですからね、しっかり抑えて反撃を持ちたいですね。初球打ち、ヒットになった。ホームに送球する。ライオンズさらにピンチになりました。ワンアウトランナー3塁1塁。最初は変化球できました。これで2打席連続のホームラン。真ん中に入ってしまったストレート、しっかりと引っ張られた当たりはフェンスを越えてしまいました。ライオンズ追加点を許します。8対0。ここで一発を浴びてしまいました。さあバッターは小栗。この打席でホームランを放てば今シーズン20本。初球空振りです。高めスライダー外れました。打ちました。これは大きい、伸びていく。このフライはヒットになりそうだ。ヒットになりました。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁到達。これでマルチヒット。ワンアウトランナー二塁となりました。5番
打順は5番クリ。先ほどの打席はライトフライに倒れています。前の打席はちょっとヒヤッとするような大きな当たりでしたよね。ここは慎重に行くべきでしょうね。はい、そうですね。ヒットでランナーを二塁に置いています。打ちました。ワンバウンドヒットになりました。ホームに送球。これで4連打。ランナー三塁一塁となりました。バッターボックス金村。先ほどの打席はサードゴロに倒れています。ヒットでランナー三塁一塁。打った。レフトが追いかける。ぐんぐん打球が伸びて、そのままスタンドに入りました。スリーランホームランが飛び出しました。これがチーム5本目のホームラン。ライオンズ追加点を許します。11対0。ここで一発を浴びてしまいました。打席には7番バッター鈴木。さっきはツーベースを打たれましたからね。はい、そうですね。ここはしっかり低めにコントロールして長打は避けたいですよね。そうですね。バファローズこの回は打者一巡の猛攻となっています。早くも先発全員が、ここは当然という交代でしょうか。ライオンズピッチャーを変えます。マウンドに上がるのは2番手のギャレット。さあ、マウンドを任されたのはギャレット。今シーズン9試合目の登板です。さあ、里崎さん、ここで変えてきましたね。まあそうですよね。任された以上期待に応えるピッチングを見せてほしいですよね。そうですね。さあ、しっかり抑えていきたい。打ちました。取った。アウト、ツーアウト。打順は9番牧。先ほどの打席でヒットを放っています。バファローズツーアウトにはなりましたが、ランナーを進めています。2球目打ちました。さあどうだ。このフライはヒットになりそうだ。ヒットになった。2塁へ送球する。セカンドランナーホームイン。バッターランナーは2塁まで進みました。バファローズ1点追加します。12対0。ライオンズもうこれ以上点はやれません。打順はトップに帰ってヒース。今日は盗塁を1つ成功させています。甘いコースでしたが見送っていきます。バッターボックスのキース、今シーズン得点圏での打率は6割8分6厘となっています。痛烈な打球、高く上がった。頭上ぐんぐん入った。ホームラン。ツーランホームランが出ました。これがチーム6本目のホームラン。真ん中に入ってしまったストレート、しっかり引っ張られた打球はファンの悲鳴の中スタンドに入ってしまいました。ライオンズ追加点を許します。14対0。ここで一発を浴びてしまいました。打順は2番水口。先ほどの打席はセンターへヒットを放っています。打ちました。ヒットになった。これでマルチヒット。ツーアウトランナー一塁。バッターボックスデイビス。先ほどの打席でスリーランホームランを放っています。打った。スタンド一直線。レフト一歩突き刺さった。ツーランホームラン。なんと3打席連続のホームラン。初球でした。しっかりと引っ張られた当たりはフェンスを越えてしまいました。ライオンズ追加点を許します。クリーンナップに一発を浴びてしまいました。バッターボックスには指名打者の小栗。今日はここまでホームランを含む2打数2安打、マルチ安打を記録しています。まあキャッチャーとしてもここで相手に調子づかせたくないですからね。そうですね。見送ります。さあ3球目は何か。打ちました。ライト下がっていく、下がっていく。どうか。入った。ホームラン。ソロホームランが出ました。これでホームランダービートップとの差は1本。三塁キャンバス回ってホームに帰ってきました。主砲の一振りでさらに1点を奪われました。依然大きくリードを許しています。ピッチャーはちょっと苦しくなってきたでしょうか。
ライオンズピッチャーが変わります。マウンドに上がるのは3番手の佐野。さあマウンドに上がったのは佐野、今シーズン5試合目の登板です。初球打ち、ライト下がっていく、下がっていく、入った、ホームラン、ソロホームランが出ました。なんと3者連続のホームラン。三塁回って今ホームイン。ここでさらに1点を奪われました。依然大きくリードを許しています。バッターは6番金村、先ほどの打席でスリーランホームランを放っています。まんまと打たれてしまいましたよね。はい、これも初球打ち、伸びていく、外野大きな打球にあった、左中間深いところ破っていきました。バッターランナーは2塁まで進みました。これでマルチヒット、2アウトランナー2塁。最初は変化球できました、ボールになります。真ん中打ちました、打ち上げた、ファールグラウンドへのフライです。最後はファールグラウンドで掴んで3アウトです。しかしこの回バファローズホームランで追加点を挙げています。バファローズのリード広がっています。バッターは DH メヒア、2試合当たりが出ていません。フォアボールのランナーが出ています。初球は変化球、当たりません。力のあるまっすぐですね。変化球空振り、ワンアウトです。バッターは7番に入っている山野辺、ワンアウトランナー1塁です。空振り、インコース決まった、あっという間に2ストライクです。内へのボール外れました。4球目は何で来るか、打ちました、ショート取った、2塁アウト、1塁転送はアウト、ダブルプレー、ランナー出ましたがライオンズ得点には至りませんでした。バファローズ大量リードしています。里崎さん、序盤で先発投手降板となってしまいましたがいかがでしょうか。まあそうですね、やっぱり今日の状態を見ていると仕方ないなという感じですかね。そうですね、次の投球に期待しましょう。打ちました、これは浅いフライ、このフライはどうだ、落ちるか、ヒットになりました。これで2試合連続のマルチヒット、ノーアウトランナー1塁です。ちょっとすっぽ抜けた感じです。インコース、次が3球目、変化球タイミング合いません。ワンボールツーストライクです。ファウルになります。次が5球目、痛烈、これはどうだ、セカンドの右抜ける、一気に右中間へ。これで3打数3安打の猛打賞、ノーアウトランナー2塁1塁。甘いコースでしたが見送っています。これが2球目、2球目打ちました、このチャンス打ち上げてしまいました。この打球はフライになっています。インフィールドフライでワンアウト。バッターの水口、ここ5試合で打率は6割を超えていますがバッティングの調子が上がっていると見ていいでしょうか。試合前に引っ張った、サード取った、一塁送球、ツーアウトになりました。バッターは3番デイビス、先ほどの打席でツーランホームランを放っています。うまく運ばれましたよね。はい、バファローズツーアウトにはなりましたがランナーを進めています。今日はバッティング、ドカーンと大きな当たりです。打った瞬間確信したか、スタンドも越えていった、スリーランホームランが出ました。なんと4打席連続のホームラン、ライオンズ追加点を許します。警戒すべきバッターに浴びた一発となりました。バッターは DH 小栗、先ほどの打席でソロホームランを放っています。まんまと打たれてしまいましたよね。はい、スライダー決まってストライク、ノーボールツーストライクです。打ち上げた、浅いフライ、この打球はフライになっています。
変化球に泳がされて取りました、アウト。しかしこの回バファローズスリーランホームランで追加点を挙げています。バッターボックスには2番源田、先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。ヒットでランナーを一塁に置いています。インコース詰まりました、ここは打ち上げています。キャッチャーが落下点に入ります。山下抑えて3アウトチェンジです。ランナー出ましたがライオンズ得点はありませんでした。バファローズ大量リードしています。4回の表バファローズの攻撃、バッターボックスには5番クリ、先ほどの打席でソロホームランを放っています。うまく運ばれましたよね。はい、ライオンズ厳しい展開で中盤4回を迎えています。さあ里崎さん、この回はきっちり抑えていきたいですよね。まあ点差はありますけどね、気持ちを切らさずにしっかり抑えていきたいですね。そうですね、さあしっかり抑えていきたい。打ちました、伸びていく打球を追っているがこれはヒットになりそうだ。センター深いところ破っていきました、バッターランナーは2塁到達、これで3安打猛打賞、ノーアウトランナー2塁です。ここでバファローズ代走を送ります。山本セカンドランナーに入ります。セカンドランナーは山本、背番号90。これが1球目、打ちました、源田一塁送球します、アウト、ワンアウトです。打順は7番鈴木、先ほどの打席はファールフライに倒れています。ワンアウトになっています。結局ランナーそのままです。バッターの鈴木、今シーズンの得点圏打率は6割3分6厘となっています。3球目は何で来るか、惜しいボールでしたね。アウトロー際どいところわずかに外れました、打ちました。この打球は落ちるか、どうだ、ワンバウンドヒットになりました。三塁へ送球、三塁はセーフ、これで3安打猛打賞、ワンアウトランナー三塁一塁。これが初球、まず大きく外れてボールになりました。まあここはバッターが甘い球を狙い撃ちしてくるカウントですよね。なるほど、引っ張った、中村一塁へ送ります、アウト、ツーアウト、バファローズ1点追加します。アウトの間に得点、ライオンズなおもピンチです。バッターボックスは9番牧、今日はここまで猛打賞を記録しています。もうこれ以上打たせるわけにはいきませんよね。はい、勢いを止めることはできるでしょうか。インサイド落ちました、ヒットになった、バックホームする、これで4打席連続のヒット、ツーアウトランナー三塁一塁。打順は1番に帰ります、バッターキース、今日は盗塁を決めています。ツーアウトながらランナー三塁一塁、切れていきます、ファウル。いやー打ち損じてくれて助かりましたよね。はい、そうですね、これは低めストライク、ワンボールツーストライクと追い込んでいます。打った、高く上がった、レフトが下がっていく、下がっていく、スタンドも越えていった、スリーランホームランが飛び出しました。これが今日2本目のホームラン、追い込んでからのストレートでしたが思い切り引っ張られ場外まで運ばれてしまいました。ここで一発を浴びてしまいました。バッターは2番水口、バファローズこの回7人目のバッターになります。初球ボール、三遊間、源田掴んで、これで3安打猛打賞、ツーアウトランナー1塁。打順は3番デイビス、先ほどの打席でスリーランホームランを放っています。まんまと打たれてしまい、打った、これもいったか、大きな打球になった、入った、ホームラン、ツーランホームランが出ました。これでホームランダービートップとの差は3本。初球でした、しっかり引っ張られた打球はファンの悲鳴の中スタンドに入ってしまいました。ライオンズ追加点を許します。十分警戒はしていたはずですがここで一発を浴びてしまいました。
ピッチャーの状態ですが若干きつそうにも見えます。バッターボックスには指名打者の小栗。さあ初球は何か。打った、高く上がった、頭上ぐんぐん打球の入った、ホームラン、ソロホームランが出ました。これでホームランダービートップに並びました。今ゆっくりと打ったバッターホームイン。主砲の一振りでさらに1点を奪われました。依然大きくリードを許しています。バッターはダイソーから起用されている山本。バファローズこの回は打者一巡の猛攻となっています。ジャストミート、ライト下がっていく、下がっていく、入りました、ホームラン、ソロホームランが出ました。なんと3者連続のホームラン。三塁キャンバス回ってホームに帰ってきました。ここでさらに1点を奪われました。依然大きくリードを許しています。打席には6番バッター金村。初球は何で来るか。これも初球打ち、ファウルです。さてバッターボックスの金村、どういったタイプのバッターでしょうか。いやもう点打ちました。レフト下がっていく、下がっていく、そのままスタンドに入りました。ソロホームランが出ました。なんと4者連続のホームラン。三塁回って今ホームイン。ここでさらに1点を奪われました。依然大きくリードを許しています。バッターボックスには7番鈴木。先ほどの打席でヒットを放っています。少し球数が多くなってきたでしょうか。佐野、この回はちょっと球数が多くなっています。切りました、ファールボールです。打ちました、打った瞬間確信したか、ぐんぐん打球の入った、ホームラン、ソロホームランが出ました。なんと5者連続のホームラン。今ゆっくりと打ったバッターホームイン。ここでさらに1点を奪われました。依然大きくリードを許しています。打席には1番バッター山下。先ほどの打席で打点を挙げています。最初は変化球できました。打ちました、これは浅いフライ。この打球は落ちるか、どうだ。2球目打っていきましたが最後はレフトフライ、掴んで3アウトです。しかしこの回バファローズホームランで追加点を挙げています。打席には5番バッター中村。先ほどの打席最後は見逃し三振に倒れています。さっきの三振はちょっと消極的でしたよね。はい、ここは思い切っていってほしいですよね。打ちました、このフライはどうだ、落ちるか、レフト弾く、ボールを拾って三塁へ送球する、チャンスを広げていきます。ノーアウトランナー三塁一塁。5番バッター山川、前の打席ではフォアボールを選んでいます。ノーアウトでランナー三塁一塁、ファウルになります。ここはゲッツーシフトですね。もう1点覚悟ということですかね。ああそうですか。見逃し、チャンスに手が出ず三振です。ワンアウトです。これで5個目の三振を奪われました。バッターは今日 DH に入っているメヒア。先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。前の打席はちょっとタイミングが合ってなかったですよね。ここはしっかりと修正していきたいですね。そうですね。ワンアウトランナー一塁三塁です。低めの変化球見送りましたがストライクです。外低めの球、スリーボールナッシングからフルカウントまで持ってきました。このチャンスは空振りの三振。7番バッター山野辺。先ほどの打席はショートゴロ、併殺打となってしまいました。2アウトランナー1塁3塁です。さあ2球目は何か。インコース高めの変化球、これは手が出ません。ストライクを先行させていきます。追い込みました。ランナーは動けず見逃し三振です。3アウトチェンジ。今のがストライクですかという感じで
バッターなかなか諦めがつきません。しかし判定もちろん覆らず、ランナー出ましたがライオンズ得点には至りませんでした。バファローズ大量リードしています。これから5回バファローズの攻撃です。そしてライオンズはピッチャーが変わります。平が4番手としてコールされています。点差が大きく開いた場面での登板となりました。里崎さん、ここでこれ以上離されるといよいよ逆転が難しくなってくると思うんですが、いかがですか？まあそうですね、悪い流れを断ち切りたいですから、このイニングは絶対にゼロで抑えたいですよね。そうですね、ゼロに抑えられるか注目です。打ちました。センター下がっていく、下がっていく、入った、ホームラン、ソロホームランが出ました。タイラストレートバックスクリーンに運ばれました。三塁キャンバス回ってホームに帰ってきました。ここでさらに1点を奪われました。依然大きくリードを許しています。打順はトップに帰ってキース、先ほどの打席でスリーランホームランを放っています。うまく運ばれましたよね。打った、打った瞬間確信したか、突き刺さった、ソロホームランが出ました。これで2者連続のホームラン。三塁回って今ホームイン。ここでさらに1点を奪われました。依然大きくリードを許しています。打席には2番バッター水口、先ほどの打席は俊足を見せつけての内野安打でした。初球ボール。まあここは厳しいところでストライクを取らないといけませんよね。打ちました。ヒットになった。これで3連打、ノーアウトランナー1塁です。打席には3番バッターデイビス、先ほどの打席でツーランホームランを放っています。まんまと打たれてしまいましたよね。はい、ヒットでランナーを1塁に置いています。今日はバッティング絶好調。さあこの打席もホームランはあるんでしょう。痛烈な打球、スタンド一直線、門、スタンドも越えていった、ツーランホームランが出ました。これでホームランダービートップとの差は2本。真ん中に入ってしまったストレート、思い切り引っ張られ打球は場外に消えていきました。ライオンズ追加点を許します。ここで一発を浴びてしまいました。ピッチャーはちょっと苦しくなってきたでしょうか。バッターは DH 小栗、先ほどの打席でソロホームランを放っています。うまく運ばれましたよね。はい、打ちました。打った瞬間確信したか、ぐんぐん入った、ソロホームランが出ました。これでホームランダービー単独トップ。今ゆっくりと打ったバッターホームイン。主砲の一振りでさらに1点を奪われました。依然大きくリードを許しています。今日はダイソーで途中出場の山本、先ほどの打席でソロホームランを放っています。まんまと打たれてしまいましたよね。はい、取りました。ワンアウト、打順は6番金村、先ほどの打席でソロホームランを放っています。うまく運ばれましたよね。はい、バファローズこの回7人目のバッターになります。三遊間、中村掴んで一塁アウト。今日はバッティング絶好調。この打席でスリーベースヒットが出ればサイクル安打達成となります。さて西さんも1909初球打ち、源田抑えて、これで3打席連続のヒット。2アウトランナー1塁、打順は8番山下、今日はホームランを放っています。ヒットでランナーを1塁に置いています。打ちました、痛烈、切れました、ファールボールです。ノーボールワンストライクです。これは内へ外れます。これが3球目、ストライクです。ワンボールツーストライク、アウトコース打ちました。ここはフライになっています。取ってスリーアウトです。しかしこの回バファローズホームランで追加点を挙げています。今日はバッティング絶好調。この打席でスリーベースヒットが出ればサイクル安打達成となります。やっぱりスリーベースが一番難しいですよね。打力だけでなく足も必要になってきますからね。そうですか。さあこの場面でサイクルヒット達成なるんでしょうか。
ここでバファローズ代走を送ります。吉田ファーストランナーに入ります。打順は1番に帰ります。バッターキース、先ほどの打席でソロホームランを放っています。まんまと打たれてしまいましたよね。初球打ち、ワンバウンドヒットになりました。これで3打席連続のヒット。ノーアウトランナー2塁1塁。2番バッター水口、先ほどの打席はセンターへヒットを放っています。ランナー2塁。バッターボックスには代打の羽田。里崎さん、この場面で変えてきましたね。まあこれ以上点はやれないですからね。ピッチャーにはなんとか踏ん張ってもらいたいですね。そうですね。さあ一度気持ちを切り替えて踏ん張ってほしいところ。まず何を投げてくるか。初球打ち、高く上がった。ぐんぐん打球が伸びている。入った。スリーランホームランが出ました。ライオンズ痛い一発を浴びています。初球でした。しっかりと引っ張られた当たりはフェンスを越えてしまいました。ライオンズ追加点を許します。代打に浴びた一発でした。ピッチャーの状態なんですが、やや疲れを感じているのかもしれません。ライオンズピッチャーが変わります。マウンドに上がるのは5番手の小川。さあマウンドを任されたのは小川。今シーズン5試合目の登板です。アウトコースストレートが決まっています。ファウルになります。打ちました。レフト下がっていく、下がっていく。入った。ホームラン、ソロホームランが出ました。これでホームランダービートップとの差は1本。三塁キャンパス回ってホームに帰っていきました。ここでさらに1点を奪われました。依然大きくリードを許しています。バッターボックスには指名打者の小栗。先ほどの打席でソロホームランを放っています。うまく運ばれましたよね。はい、今日はバッティング絶好調。3打席連続ホームランに挑みます。打ちました。浅いフライ、この打球は落ちそうだ。ヒットになりました。これで5連打。ノーアウトランナー1塁です。さてここはどういうピッチングになるんでしょうか。まあやはり一発を警戒するリードになりますかね。基本的には低め中走ってきた。キャッチャー2塁送球する。盗塁成功です。まあこの点差ですからね、ランナーよりもバッターですよね。なるほど。インローボー、高めのボール、ファールグラウンドへのフライです。ファールグラウンドで掴んでワンアウトです。バッターボックスには6番金村。今日は2本のホームランを放っています。バファローズこの回7人目のバッターになります。バッターボックスの金村、今シーズン得点圏での打率は5割6分4厘となっています。外れていきます。ストライクが入りません。フォアボール。ここは勝負を避けた形でしょうか。ちょっと心配ですね。ストライクが入らなかったですね。はい、ここは気持ちを切り替えて次のバッターをしっかり抑えたいところ。今日はバッティング絶好調。この打席でスリーベースヒットが出ればサイクル安打達成となります。切れていきます。ファウル、打ちました。大きな打球になった。レフトバックする、入った。ホームラン、スリーランホームランが飛び出しました。これが今日2本目のホームラン。高めに浮いてしまったストレート、しっかり引っ張られるとファンの悲鳴の中フェンスを越えてしまいました。ここで一発を浴びてしまいました。バッターボックスは8番山下。打ちました。これは浅いフライ。ここは打ち上げています。ストレートを打っていきましたがセンター掴んで2アウト。バッターはダイソーから起用されている吉田。前回のゲームで猛打賞を記録しています。
いやー、固め打ちでしたよね。はい。さあ、今日も好調を維持していけるんでしょうか。バファローズ、この回は打者一巡の猛攻となって打ちました。源田取ってスリーアウトチェンジ。しかしこの回バファローズ3本のホームランで追加点を挙げています。バファローズのリード広がっています。里崎さん、ここでこれ以上離されると非常に逆転が難しくなってきますよね。まあこの状況なんで、これ以上失点すると相当厳しい展開になりますね。そうですよね。しのぎ切りたいこの状況です。打ちました。これは三塁側のスタンドに入ります。タイミングややずれています。追い込まれました。ワンボールツーストライクです。打ちました。レフト下がっていく、下がっていく、入りました。ホームラン、ソロホームランが出ました。なんと今日4本目のホームラン。三塁回って今ホームイン。ここでさらに1点を奪われました。依然大きくリードを許しています。ピッチャーの状態なんですが、やや疲れを感じているのかもしれません。今日は代打で途中出場、2回目の打席が回ってきました。先ほどの打席でスリーランホームランを放っています。まんまと打たれてしまいました。しっかり捉えた。レフト下がっていく、下がっていく、そのままスタンドに入りました。ソロホームランが出ました。これで2者連続のホームラン。今ゆっくりと打ったバッター、ホームイン。ここでさらに1点を奪われました。依然大きくリードを許しています。バッターボックスには3番デイビス。さっきはストレートを打たれたんでね、ここはストレートをどう使うかですよね。なるほど。この打席打った、高い打球、レフトが追いかける、追いかける、スタンドも越えていった。ソロホームランが出ました。これでホームランダービートップに並びました。三塁キャンパス回ってホームに帰ってきました。ここでさらに1点を奪われました。依然大きくリードを許しています。ライオンズピッチャーが変わります。4番を迎える場面でコールされたのは平井。今日はバッティング絶好調。この打席でスリーベースヒットが出ればサイクル安打達成となります。最初は変化球できました。次が2球目。打った。源田抑えてワンアウトです。バッターボックスは5番山本。今日はホームランを放っています。ワンアウトランナーありません。これはファウルになります。2球目は何で来るか。空振りになります。ノーボールツーストライク。これはセカンド山野辺掴んで一塁アウト。6番バッター金村、前の打席ではフォアボールを選んでいます。ツーアウトランナーありません。初球打ち、これは大きい、伸びていく、ヒットになった。二塁へ送球。バッターランナーは二塁到達。これが今シーズン50本目のヒット。ツーアウトランナー二塁。今日はバッティング絶好調。この打席でスリーベースヒットが出ればサイクル安打達成となります。低め決まってストライク。打ちました。痛烈な打球、レフトが追いかける、入った、ホームラン、ツーランホームラン。これで2打席連続のホームラン。真ん中に入ってしまった変化球、しっかり引っ張られた打球はファンの悲鳴の中スタンドに入ってしまいました。ここで一発を浴びてしまいました。8番バッター山下、キャッチャー山下。初球は何から入ってくるか。最初は変化球できました。得意のボールでストライクを取りました。危ない球です。さあ3球目は何か。低めの変化球は決まりません。これが4球目。打ちました。
センター下がっていく、下がっていく、入った、ホームラン、ソロホームランが出ました。これで2者連続のホームラン。三塁回って今ホームイン。ここでさらに1点を奪われました。依然大きくリードを許しています。今日は代走で途中出場の吉田。初球打ち、浅いフライ、ストレートに詰まって取りました、アウト。しかしこの回バファローズホームランで追加点を挙げています。8回まで来ました。オリックスバファローズ打順よく1番から始まります。キース、バッターボックスに入ります。先ほどの打席でソロホームランを放っています。うまく運ばれましたよね。はい、ライオンズ厳しい展開で8回を迎えました。さあ里崎さん、この回はきっちり抑えていきたいですよね。まあそうですね、気持ちを切らすことなくいってほしいですね。まだまだ諦めないためにもここはきっちりゼロで抑えなくてはなりません。最初は変化球できました。打った、抜けていきます。これで3打数3安打の猛打賞、ワンアウトランナー1塁です。打ちました、高く上がった、頭上ぐんぐん入った、ホームラン、ツーランホームランが出ました。これでホームランダービー単独トップ。初球でした。きっちり捉えられた当たりはフェンスを越えてスタンドに入ってしまいました。ライオンズ追加点を許します。クリーンナップに一発を浴びてしまいました。今日はバッティング絶好調。この打席でスリーベースヒットが出ればサイクル安打達成となります。アウトコース決まってストライク。これはファースト山川取って、一塁そのまま入ってアウト。バッターボックス山本、今日はホームランを放っています。ツーアウトランナーありません。バッターボックスには代打の粟口。まあ少しでもリードを大きくしたいですよね。粟口背番号7。打ちました、これは浅いフライ、ヒットになりました。ツーアウトランナー一塁。ライオンズピッチャーが変わります。右バッターが続く場面でマウンドに上がるのは増田。さあマウンドに上がったのは増田、今シーズン7試合目の登板です。さあまず1球目、ちょっとすっぽ抜けた感じです。打ちました、取った、一塁へ、一塁アウトでスリーアウトチェンジです。しかしこの回バファローズツーランホームランで得点を追加しています。バファローズのリード広がっています。バッターボックスには9番金子、先ほどの打席はレフトフライに倒れています。ヒットでランナーを一塁に置いています。一塁はセーフ。初球大きく外れています。ランナースタート、ヒットエンドラン、ファウルになります。ここはバントを警戒する守備体制ですね。はい、そうですね。内へ持ってきましたが外れました。一塁牽制、セーフ、ファウルです。ボールになります。3ボール2ストライク、フルカウントになっています。インサイド落ちました、これはどうか、ショートの左抜けました。金子ヒットが出ました。ノーアウトランナー二塁一塁。打順はトップに帰ってスパンジェンバーグ、先ほどの打席はショートゴロに倒れています。打ちました、ピッチャーゴロ、セカンド取った、一塁送球アウト。微妙なタイミングではありますが一塁アウトです。2番バッター源田、今日はまだ当たりがありません。ライオンズランナーを進めています。これは足元への変化球、ここはあっという間に追い込んでいます。インコース、これは外れます。
空振り三振、チャンスに打てず三振です。2アウトになっています。3番バッター森、先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。前の打席はちょっとタイミング合ってなかったですよ。インサイド落ちました。吉田掴んで3アウトです。ランナー出ましたがライオンズ得点はありませんでした。バファローズ大量リードしています。今日はバッティング絶好調、この打席でスリーベースヒットが出ればサイクル安打達成となります。打ちました、いい打球だ、大きな打球になった、レフト下がっていく、下が入った、ホームラン、ソロホームランが出ました。これが今日4本目のホームラン、初球でした。しっかりと引っ張られた当たりはフェンスを越えてしまいました。ライオンズ追加点を許します。ここで一発を浴びてしまいました。バッターボックスには代打の新井、ここでリードを広げたいですね。バッターは新井、背番号9。最初は変化球できました。変化球タイミング合いません。あっという間に2ストライクです。3球目打ちました、ヒットになった。これで9試合連続安打、ノーアウトランナー1塁です。さてここはどういうピッチングになるんでしょうか。そうですね、一発があるバッターなんでね、やはり打った、高く上がった、この当たりはどうか、ボールはそのままフェンスに直撃、2塁へ送球、バッターランナーは2塁到達、これで3連打、ノーアウトランナー3塁2塁です。ライトに持っていった、これは大きいぞ、伸びる、伸びていく、入った、ホームラン、キース、さらにダメ押しの一発、今シーズン第26号のスリーランホームラン、これが今日5本目のホームラン、ライオンズ追加点を許します。ただ打席に入っています。今日はここまでホームラン2本を含む猛打賞を記録しています。もうこれ以上打たせるわけにはいきませんよね。はい、勢いを止めることはできるでしょうか。2球目打ちました、この打球は落ちるか、どうだ、レフトが取りました、ワンアウトです。バッターボックスは3番デイビス、先ほどの打席でツーランホームランを放っています。まんまと打たれてしまいましたよね。はい、ワンアウトになっています。引っ張った、大きな打球になった、レフトをバックする、バックする、入りました、ホームラン、ソロホームランが出ました。ライオンズ痛い一発を浴びています。真ん中に入ってしまったストレート、しっかり引っ張られた打球はファンの悲鳴の中スタンドに入ってしまいました。ライオンズ追加点を許します。警戒すべきバッターに浴びた一発となりました。ピッチャーはちょっと苦しくなってきたでしょうか。今日はバッティング絶好調、この打席でスリーベースヒットが出ればサイクル安打達成となります。初球ボール、胸元へ持ってきました、ストライクです。これで2者連続のホームラン、真ん中に入ってしまったストレート、しっかりと引っ張られた当たりはフェンスを越えてしまいました。ライオンズ追加点を許します。相手が4番とはいえ悔しい一発を浴びてしまいました。今日は代打で途中出場、2回目の打席が回ってきました。さっきはいい当たりでヒットを打たれてますからね、ええ、まあタイミングが合ってるようなんでここは注意が必要ですよね。そうですね、高めのボール、このフライはどうだ、落ちるか、ワンバウンドヒットになりました。これでマルチヒット、ワンアウトランナー1塁となりました。バッターボックスは6番金村、
今日は2本のホームランを放っています。ヒットでランナーを一塁に置いています。これが1球目。打ちました。センターに強い打球。センター下がっていく、下がっていく。センターオーバーのヒットになりました。バッターランナーは2塁まで進みました。これで4連打。ワンアウト3塁2塁です。はい、バッターボックスには代打のブライアント。まあ、少しでもリードを大きくしたいですよね。ブライアント背番号16。見送ってまずはストライクです。これが2球目。ライトに持っていった。これは大きな打球。伸びる。入った。ホームラン。ブライアント、さらにダメ押しの一発。今シーズン第2号のスリーランホームラン。ライオンズ痛い一発を浴びています。ライオンズ追加点を許します。代打に浴びた一発でした。バッターボックスは8番新井。前の打席で打たれたフォークボールをここで使うか使わないか注目したいですよね。なるほど。組み立て打った。これはどうか。右中間を深々と破るヒットになりました。打ったバッター1塁蹴って2塁に向かいます。バッターランナーは2塁まで進みました。これでマルチヒット。ワンアウトランナー2塁となりました。外の球打った。ボテボテ掴んだ。一塁アウト。ツーアウトランナー三塁と変わります。打順は1番に帰ります。バッターキース、先ほどの打席でスリーランホームランを放っています。うまく運ばれましたよね。はい、ツーアウトランナー三塁です。スタンドファウルボール。ここはバッターが狙いを絞ってくるでしょうね。なるほど。さあキャッチャーどこに構えるか。今シーズン第27号のツーランホームラン。なんと今日6本目のホームラン。ライオンズ追加点を許します。バッターは羽田。初球打ち、レフトに大きな打球。さあどうだ。レフトオーバーのヒットになりました。これが今日4本目のヒット。ツーアウトランナー1塁。バッターボックスデイビス、先ほどの打席でソロホームランを放っています。まんまと打たれてしまい、ここでバファローズダイソーを送ります。村上ファーストランナーに入ります。ファーストランナーは村上背番号5。いきなり牽制。一塁はセーフ。一塁牽制セーフ。インコース詰まりました。この打球はフライになっています。サードが構えます。中村が抑えてスリーアウトチェンジです。しかしこの回バファローズホームランで追加点を挙げています。バッターは5番山川。先ほどの打席はサードゴロに倒れています。ヒットでランナーを一塁に置いています。ちょっとすっぽ抜けた感じです。さあ2球目は何か。打ちました。ボテボテ。ファウルになります。ボールになります。インコース決めてきた。フルカウントです。インサイド弾き返した打球はレフトへ。ここは打ち上げています。レフトが取りました。バッターは DH メヒア。今日はまだ当たりがありません。ワンアウトになっています。これはバットが泳ぎます。ノーボールツーストライクです。空振り三振。あえなく三振です。100球を超えていますがまだ続投するでしょうか。バッターボックスは7番山野辺。今日はまだ当たりがありません。